こんにちは、里愛です。今回はグルテンフリーの米粉とよもぎを使ってよもぎまんじゅうを作ります。よもぎは貧血予防や冷え改善、便秘予防、美肌に役立ちます。米粉はダイエットによくコレステロールを下げる効果が期待できます。そして今回あんこの代わりにドライフルーツのデーツを使いますが、デーツはストレス改善、便秘予防、そして貧血予防などに役立ちます。ですから今回作るよもぎまんじゅうは美肌健康ダイエットによりヘルシーまんじゅうとなります。材料も5つだけでとても簡単に作ることができます。注意点や応用方法も話していますので最後までじっくりご覧ください。では早速材料と作り方の説明をしたいと思います。こちらがよもぎまんじゅうの材料となります。この5つで作ります。まず最初はよもぎですね。よもぎのアク抜きはよもぎ大体これくらいですね。両手1杯分くらいのよもぎに対して熱湯1リットルに小さじ2分の1杯の重曹とよもぎを入れて1分間茹でます。で、1分間茹でた後にお水によくさらしてですね、アク抜きをしたものになります。それを細かく刻んで冷凍しておいたものから大さじ1杯分だけ今回は使います。これをボウルに入れます。そして次に米粉ですね。米粉は大さじ7杯分ボウルに入れます。次は絹ごし豆腐ですね。絹ごし豆腐を大さじ2杯分、約 40g 弱ぐらいをボウルに加えます。そして次にアルミ不使用のベーキングパウダーを小さじ2分の1杯ボウルに加えます。はい、デーツ以外の材料をボウルに加えたら、豆腐をね、ゆっくり潰しながら、そしてこのよもぎも全体的に混ざるように、ゆっくりね、滑らかになるまでかき混ぜていきます。こんな感じでね、全体的によもぎも混ざって、豆腐も混ざって粘土状になったら、これを4等分して丸めておきます。こんな感じで綺麗に洗った手で丸めます。そして真ん中をね、ちょっとこう、へこませておきます。生地がね、緩すぎたりとか硬すぎる場合は、豆腐と米粉でね、調整してみてくださいね。こんな感じで4等分して真ん中をくぼませた丸い生地を作ったら、次はデーツですね。あんこの代わりに今回はデーツを使います。デーツを2個使います。そしてこの2個を半分にカットして4つに分けます。4つに分けたデーツをそれぞれの4等分した生地の上に乗せていきます。こんな感じで乗せます。そして手で、きれいに洗った手で、このあんになっているデーツをね、包むような感じで丸くまとめていきます。キングシートをで包みます。こんな感じです。これを4つくくります。はい、このように4つともクッキングシートの上でおまんじゅうの形を作ったら蒸していきます。次に蒸し器にね、セットしたいと思います。蒸す器具の上に濡れた布巾をかぶせて、おまんじゅうをセットしていきます。蒸し器で約10分間蒸します。この場合は、水をね、100cc 入れて、蒸し調理でセットして蒸し器にかけます。では、10分間で蒸し。こんな感じで美味しそうに蒸し上がっています。1個ね、半分にカットしてみたいと思います。半分にカットしてみました。こんな感じでね、とっても美味しそうに、もちもちっとした感じですね。中はちょっとふんわりした感じになっています。少しだけ食べてみたいと思います。とってもとっても美味しいです。よもぎの香りともちもちっとした感じ、そしてデーツのね、甘さがね、とっても調和していて美味しいです。デーツがね、あんこみたいな感じになっています。ここで注意点を話したいと思います。今回のデーツ入りよもぎまんじゅうは保存料など使っていません。そして、冷蔵庫に入れると生地がね、乾燥してしまって、ちょっと味わいが変わってしまいますので、ラップをして乾燥しないようにして、その日のうちに食べきってください。もしその日のうちに食べない場合は冷凍庫保存で1ヶ月以内に食べきってください。自然解凍や温め直しで美味しく食べることができます。そして美味しいからと食べ過ぎるとお腹がね、緩くなる可能性があります。十分に注意してください。それからよもぎはキク科なので、キク科アレルギーの方は食べないようにしてください。そして応用方法も話したいと思います。今回よもぎはアク抜きした後に細かく刻んで加えたんですが、刻む代わりにブレンダーなどでね、ペースト状にしてもいいです。そうするとね、もっとまんべんなく緑色になります。あるいはね、市販のよもぎパウダーを使ってもいいです。そして今回あんこの代わりにデーツを使ったんですが、
デーツの代わりにドライアプリコットやレーズンなど他のドライフルーツを入れてもとても美味しいです。もちろん普通の小豆あんを使っても美味しく食べることができます。そして今回生地に砂糖は入れていませんが、もし生地の方も甘い方がいいよという方は砂糖をね、小さじ1杯ぐらい加えると少し甘くなります。応用もいろいろできてとっても簡単で美味しいです。美肌健康ダイエットに良いのでぜひ作ってみてください。よもぎやデーツ、米粉などの詳しい効果につきましてはブログ記事の方に書いています。興味がある方は概要欄で確認してみてください。あなたの健康ライフを応援しています。ご質問やご感想などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。またね。